東京新聞の望月磯子記者が松野官房長官の会見で苦情を述べたとのことですが、その出禁レベルの言動にツッコミが殺到し大炎上しているようです。望月記者の理解に苦しむ苦情内容と松野官房の反論内容、また過去の記者会見でも空気を読まない望月記者の言動など、ネットの辛辣な反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。東京新聞の望月磯子記者が松野博一官房長官の6日午前の記者会見において、自身が会見に参加する際には通常20分程度で打ち切りにさせられることへの疑問を提起しました。この発言は会見が16分経過した時点で官房のスタッフから次の公務への移動があるため終了を促された際に出ました。望月記者は松野官房長官への質問の中で、木原誠二官房副長官関連の週刊文春の報道を取り上げましたが、彼女は私が参加するときは20分ほどで終わらせられることが多いので、少なくとも20分は話を聞いてほしいと要望しました。この要望に対し松野官房長官は、公務の日程が毎日異なるとの立場を明らかにし、特定の記者が参加する際に意図的に時間を制限しているわけではないとし、客観的な事実として会見では東京新聞さんに一番長くにわたって丁寧にお答えしていると反論しました。なお、この日の会見で他の新聞や通信社からの質問は合計で4つであったのに対し、望月記者からの質問には8つ回答しています。望月記者は2000年に中日新聞、東京新聞に入社、千葉、神奈川、埼玉の各県警や東京地検特捜部での事件取材を手掛け、2004年には日本歯科医師連盟の不正献金疑惑をスクープしました。その後も防衛省の武器輸出や軍との共同研究、そして森友学園や加計学園の問題など、様々な社会問題を取材しています。ニュースを深掘り。というわけで、東京新聞の望月磯子記者が松野官房長官の記者会見で苦情を申し立てましたが、官房長官に反論されたということでしたね。望月記者は2000年に中日新聞、東京新聞に入社、千葉、神奈川、埼玉の各県警や東京地検特捜部での事件取材を手掛け、2004年には日本歯科医師連盟の不正献金疑惑をスクープしています。その後も防衛省の武器輸出や軍との共同研究、そして森友学園や加計学園の問題など、様々な社会問題を取材しています。菅前首相が官房長官であった当時、通常の官房長官記者会見では、記者の質問は1人が2から3問で10分程度でしたが、2017年6月8日で望月は加計学園問題と元 TBS 記者である山口隆之からの準暴漢の被害を訴えた女性ジャーナリスト伊藤詩織の訴えに関して40分の時間をかけて23回の質問を繰り返したことで注目を浴びるようになりました。望月記者は、私は政治部でなく社会部の記者です。社会部で警察や検察の幹部とやり取りをしてきた中で、必要に質問しないと肝心なことを答えないことを身に染みて知っています。答えをはぐらかし、時には嘘もつかれますと、その必要に質問する意義を説明しています。ただその質問の際の空気を読まない姿勢は物議を醸すことも多いのが現状です。先日もジャニーズ事務所に所属していたメンバーで結成されたジャニーズ性加害問題当事者の会が都内で会見を行いましたが、会見で
当事者の会が近く刑事告発する意向も示したことについて、東京新聞記者で YouTube チャンネルアークタイムズの望月記者が厳しめの口調で質問。刑事事件で適切にやれば、皆さんが対話をする以上のなどと話していたところで、ジャニー喜多川氏の性加害を訴え、当事者の会に理解と協力を表明して参加していた俳優の服部吉次氏の妻で、女優の石井邦子氏が、突如、会場の端から壇上に現れ、マイクを取り、望月さんわかるんだけどさ、被害者なの、と言って静止しました。続けて、苦しいの。逃げるのだって精一杯なのに、戦いっていうのは無理なのよ。死にたいくらいに苦しいんだって。私だって服部が言ってから、もう何回も吐き気がしているし、食欲はなくなるし、胸は痛いし、あなたからインタビューしてくれと言われても、涙が出ちゃって、どうにもできなかったじゃない?と、語気を強め、さらに、当事者の会のメンバーを見て、こんな壇上に立ちたかったわけじゃないのよ、この人たち。もっと大きいステージに立ちたかったのよ。でも、潰されたんじゃない、あいつらに。だから強くできないでしょうと訴えました。それでも、望月記者が刑事告発の内容などについて指摘すると、石井氏は、そんなことはさ、どうでもいいのよ。謝ってほしいのよ、まずはと回答。すると望月記者は、私ですか?と質問。石井氏は、違う。ジャニーズ事務所がやったことに、代表が、だから、辞めたからって逃げるなってことだしさと話し、私、たまんないわ、この人たちかわいそう。みんな被害者なんだから、と訴え、空気を読まない望月記者を非難していました。今回も、被害関係者の気持ちを考慮しない、知る権利を強引に振りかざし、これまでも、個人の思い込みを正しいと思い込んで、非論理的たわごとを、立場を悪用して喧伝しているのは、まさに、記者というより、活動家と言われても仕方ありませんね。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想も、コメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録も、ぜひお願いします。記者クラブはこいつ追い出せよ。それができないなら東京新聞ごとでピンにしろ。松野官房長官に対する望月磯子氏の質問ってもう少し端的にまとめる能力がないのかな?しかしこんだけ記者会見の時間を東京新聞がほぼ独占してるなら、国会記者クラブの面々はよく望月氏に発狂激怒しないのが不思議。これだけ改められないとなると、磯子のやり方に東京新聞が賛成なんでしょうね。東京ではなく、北京新聞とか南京新聞に改名すべき。国民の代表として政治家と議論したいなら、まず選挙出て国民の信を得ろよ。マスコミの職権乱用はやめろ。磯子の新聞社なんて部数も少ないし、あえて発言させる必要ないと思うけどな。10回出席して1回くらい発言させる程度に抑えてほしい。ろくな質問しないわ、時間潰すわで得た情報でどんな記事書いてるのやら。東京新聞読んでるやつほぼいねえからわからんのよな。磯子と一緒に活動してるアークタイムズ記者が、岸田首相逃げるんですかで大恥かいた人。むしろなんで、できんか逮捕しないんだよ。こんな反日工作員、外観誘致罪で逮捕しとけや。活動家にしか見えないですね。質問じゃなくて、お気持ち表明にしか見えないし。時間の大半を一人で消費しといて何言ってるんだか。こいつ政治部の記者じゃないじゃん。そもそも記者かどうかも怪しいし。
望月さんの質問は、同じことを何度も何度も質問して、ほとんど本人が喋りまくり、官房長官がいかに返答するかが我々にも予測されるような質問が多すぎる。官房長官は東京新聞専属のスポークスマンではありません。仮に発行部数に応じて質疑の時間を割り当てるルールがあるとすれば、東京新聞は15秒くらいでいいはずです。望月記者の意見表明と、それに対する長官の回答がだらだら続いている現状が異常なんです。官房長官会見を私物化しないでほしいですね。こいつに質問させるくらいなら、ネットで適当に募集した人に質問させた方が、まだマシな質問が来る。東京新聞はいつまでこの勘違いしている記者を使い続けるのか？特定層には受けるかもしれないが、彼女の行動はどんどんエスカレートしています。そのうち特定層しか読まない新聞になりそうです。そうなると新聞ではなく機関紙ですね。愛の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？望月記者は、どの口で苦言を呈しているのか、意味不明で開いた口が塞がりません。また、官房長官を擁護するわけではありませんが、望月記者、前々からわけのわからない質問や追及が多すぎます。他の記者の方々はどう思っているのでしょうか？しかも、いつも質問が重複し自己陶酔し理解できない質問も多い。事実誤認の質問も多いと感じます。他者が一社一問のやり取りをする中、一人で八問していながら苦情を言うのは、もはや客観的事実さえ理解できないかと見えます。果たして政府が懇切丁寧に説明したところで、何一つ伝わらず同じ批判を繰り返すのではないでしょうか。私はこの片上委の代表のような顔をされていることに非常に違和感を感じています。速やかに東京新聞記事の出入り禁止と記者クラブからの除名を求めたい。そう思ってしまうのは私だけでしょうか。会見と討論会と独演会と演説会の区別がついていないのではなかろうか。東京新聞社としてどう考えているのか見解を聞きたい。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの愛です。ご視聴ありがとうございます。これを機に、こちらへの登録、よろしくお願いします。